どうも、オールチャンネルのヤスです。ゴリです。ゴリ、ね、ゴリちゃん起きたら磯におった。そう、起きたらなんかもうこんなとこに、なんかこんなとこで起きたんですよ。担いでね。そう、ゴリちゃんを担いでこう来たんですよ。まあ、それ今日は何すんの？今日はね、まあ最近よう何期行っとるんですけど、はい、シャローエギングね。そうですね。実は何期が舞台なんですよ。何期映ってて、まあ中期どうなんっていうところで、うん、中期のちょっとシャローエギング調査。まあね、コロナのワクチン2回目のうちに行かなかったので全然時間ないんですけど、まあそのちょっとだけやってあかんかったらもうそれで帰ろうかなっていう感じで行きたいと思います。はい、はい、まあ今日はゴリちゃんカメラマンで、まあとりあえずね、シャローエギング行ってきます。行きます。やってまいりました、シャローエギング。はい、地獄のランガンスタイル、地獄のエギングです。開幕ドン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 。このね、シャクリを見たいと思うんですよ、みんな。これね、僕が思うにね、やっぱこの、うん、何エギングの動画で何見たいって、はい、あ、いきなりですか、早っ。いいですね、早いですね。さすが。ちょっと危ないよ。まあ、ちなみに今ね、あれ、尺保ったから大きい。お、ええよ。あ、ございますね。イエーイ、一杯目、エギジャ3号です。エギジャの3号ダウン。あの、ちょっとほんまに当たりなかったら寒いよ。まだ戦争してるの。どっちかというと、もういいやん。オイアンとオバハナで当たってたやん。オイアンとオイアン、オイアンとオイアンが当たってたやん。うん、両方オイアンやん。そう、どっちが勝ったやん。赤のオイアンが当たって、白のオイアンが当たって、ちょっと性能低いオイアン。性能高いオイアンと低いオイアンが喧嘩してた。性能低いオイアンともっと性能低いオイアンと戦ってた。ややこしいな、これ。ツムちゃんは結構スラックジャークで前に寄せないって感じ、横へは効かす感じなの。はい、エギがね、はい、僕結構こうエギじゃないんだけど、ずんぐりしてるんで、こうちょっと強めにしゃくってあげるとなんか釣れる動き、よく釣れる動きになるんで、うん、まあね、やっぱりエギによっ よってこうタイプが違うんで、形とか各メーカーさんね。そうそう、これはね結構ね、ずんぐりしてるんで、水押す系の、まあ言ったらなんかアピール力高いというか、そういうこう水を押してるから、あまりこのシモリュージアスラクリアクリアしない僕はまあいいかな、たまにするけどほぼほぼしない。基本はもうダートさせるもん。近づいてきたらこう上にやったらピョンってエギ跳ねよ、うん、だから近づいてきたら横に変えるっていうだけ。あとはもうその回数はその水深によって狙いたい場所、半分ぐらい来てるから、半分ぐらい来てるから、横に行く。サイドじゃん。そうそう、飛び出す。これナスディやったら飲んだあるで、これドリンクとかお声なんで期待してんだよ。お声ナスディやったら飲んだあるってやつ、ドリンク。ヤスディちゃん、ヤスディでもヤスディちゃん、違う。あれ喉かいてない？いや、でもいけるいける、ヤスディやったら飲んだ。いや、もうそれは無理や、ナスディに任せとこう。はい、そう。
ちゃんです。はーい、エギの3号お願いします。ヤンキーせやで、よろしく464よろしく。えよろしく。ちょっと待って、触れてしまった。やっぱりなんかレンジ低いな。水面上げてきたら不安は。はい、メンちゃんのアオリイカです。あと、ちょっと離してよ。あと、あと、え、どうしたの？待って、その、マジどうした？鍵でもなくしたか？喧嘩売るだから喧嘩したいい人？岩田？喧嘩って言ったからよ。お、俺、大丈夫？大丈夫ちゃうよ、もう。いや、そん、大丈夫？グーフィーか、お前。おい、え、グーフィーか、お前。どうも、グーフィーです。違うろ、お前、ゴリ山やないか。しかもあれやろ、丁寧語がゴリ山って書いてゴリさんって読むやな。そうやで、そうみんなね、彼がこう、ゴリ山って言うからゴリ山と思ってるけど、あれゴリ山って書いたらこう、山脈の山やから、あれゴリ山なんですよ。これ大事なの。定例がゴリさんなんやけど、これ漢字読めんから、なんかゴリ山って言ってた。そう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、まあね、渋かったっすね、中継は。そうですね。まあ、とりあえずね、まあ、ポロポロやけど、小さいけど釣れたんで、まあ、今後に期待ということでね、とりあえずね、もう僕は今日は今から、1時間、決めに行かない。白い粉や。コロナ。顔白い粉のやつ。コロナワクチン決めに行かなかったね。肩かな。はい、2回目ね。二回目です。はい。熱出るって言って。パクんなパクんな。セットやそれ。まあな、そのね、もちろん時間もないんで、今日はまあこれぐらいで来られたのかなと思います。感じね。はい。まあいいか。今度覚悟しとけよって感じで。はい。またね、ちょっとまた季節が進んだらもう一回またリベンジしに行きたいと思います。はい、じゃあね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。